はい、えー、こちらのコインポストの記事なんですけども今日は XRP のことをねちょっとお話したいと思うんですよ XRP リップル社っていうのは提訴されてるわけなんですけどもその状況に対してですね各社の対応はどうかなっていうところで仮想通貨国内外の XRP 対応一覧っていうのが出てますんでそちらの方をね今日はお届けしようかと思います まあいろいろ訴訟出てますけども、今、XRP を取り扱う国内の事業者、日本国内の事業者はこれだけありますね。結構ありますよね。ビットフライヤーから始まって、ペイワードアジアまであります。うん、で、フォービージャパンはサービスの一部停止を発表しています。一時停止か。そして、 えー、DE c a r r e っていうのが XIP の取り扱いを停止ということですね。GMO c o i もサービス一部停止ということでございます。楽天ウォレットも停止を決定と。コインチェックは一時停止。ビットマックスは取扱い量を引き下げて、DMM ビットコインは、あまあ、継続的に提供するということですね。そのサービスを。うん、特に今問題なしと。で、その他、FX コインも、 変わらず、タオタオも変わらず、ビットコイン、ビットバンクも、うん、同じですよね。ルキットも同じで、ビットポイントも XRP のサービスは今まで通り提供するということでございます。で、国内ではね、一部取引を停止しているところもありますけども、まあ、おおむね動いているのかなってことですよね。で、海外の取引所はちょっと全然状況が違って、えー、2021年1月8日、まあ、ですんで、明日からですね。 米国在住者に対して XRP の取引及び入金サービスを停止していますそして OK コインなんですけども米国の居住者に対しては XRP 使わないでねってこととでコインベースは有名なんですけども全国的に取引を停止です全面的にえークリプトコムはこれも米国の居住者を対象に XRP の取引入金サービスを停止ということですよねうんビットレックスこれも有名なんですけども XRP の一部取引停止と廃止も考えているってことですか。うん。XRP ウォレットへのアクセスは可能ということなんで、これはね、実際にビットトレックス行ってみた方がいいと思います。で、バイナンスアメリカなんですけども、取引及び入金が一時的に停止と。で、アップホールドなんですけども、XRP が有価証券という SEC の主張が正式に認められるまで、または XRP を取り扱えないぐらい取引高が減少しない限りは取引サービスを継続ということでこのまま頑張ってくれるということですよねでブロックチェーンドットコムなんですけども XRP の取引を一時ですねここは一時停止なんで様子見ということでございますということなんでえっ、ー、とまあアメリカですね主に主にアメリカの取引所はほとんど停止してしまったよってことですよねでファンドの対応なんですけども3つ出てますねうん ポジションを生産したところがビットワイズと、uh, 21シェアズなんですけども、XRP をちょっと除外したということでございます。で、グレースケールなんですけども、こちらの方もですね、XRP を除外ということです。で、マーケットメーカーの対応もそれぞれ出ております。マーケットメイキングを中止したのがギャラクシーデジタル。ジャンプトレーディングは、uh, XRP のマーケットメイキング中止。B2C2 なんですけども、米国企業への、うん 米契約企業への XRP サービスを24日に提出するということでございます。まあ、それぞれ出てますよね。えー、ということで、XRP に対しましては、判断は分かれるんですけども、だからこそ投資っていうのは、勝つものと負けるものが出るってことなんでしょうね。うん。まあ、なかなか戦々恐々じゃないですか。まあ、本日はこのぐらいにしときましょうか。はい、ありがとうございます。